その馬は自分のこの大きさがあるので馬はねこれで、ね、出るかリードでやってるザルはあると思います。それをまず下で下に置いてください。はい、まあ、こちら次に他のザルを置くということですか。はい、これを置いて、はいはい、続きまして置いて、続きまして、はい、これがね、0.2mm の0.2mm の穴が開いている、はい、プレートですね。はい、これを装着します。装着をします。はい、でさらにカツオを、はい、カツオを受けなあかんので、これはレーコンマさん、レーコンマさんの、はい、薄いですね、ちょっとこちら、はい、レーコンマさん、レーコンマさんのプレートです。プレートをね、これね、はい、プレスしたんです。だから一切バリも出てませんし、あのつなぎ目もない。だからもう一瞬で洗います。シワが何でかね、はい、ちょっとこれザルというよりも器、出し干しかというと器なんですね。はい、だから前からステンレスの布ですね。本当にね、軽いんですよ。女性が持っても楽々操作ができますので、手首が弱い方、そういった方にもすぐに装着できますね。はい、皆さんちょっと一旦持ってご覧になりますか。すごい軽いですよ。もう、ふわふわなんですよ。どうですか、軽いですね。とても軽いですね。まずザルのところにこれを、はい、ホテルあるんですか。ないでございます。ホテルはございませんか。じゃあここにこうしてください。このところに装着をしてですね、はい、これを置いていただいて、これね、はい、僕1年間ずっとやってきたんですけど、はい、皆さん単純にいろんなこと思いますけど、まず見てください。はい、まず見ていただきましょう。まずやっぱりね、トップバッターは、はい、この方にお願いしたいと思います。はい、今回太陽園では今年60周年を迎えまして、はい、いろいろなイベントを今回企画されているということです。春先からですね、この12月にまで地域を通じてさまざまなご提案をしていく中、やはりお料理は太陽園といえば和食も洋食も全て有名でございますが、今回は和食の太陽園の和食を任されています料理長の安達俊幸さんにこのお出汁を監修していただきまして、今回現在いただきました。じゃあ足立さんですね、まだこうしたことございませんよね。普段はお出汁はどういうふうにしてこうしてらっしゃるんですか。じゃあ足立さんもやはりメルでこされているということで、じゃあ実際にこのこしたことは初めてということですね。じゃあ高尾さん、まず足立料理長にはどこから、はい、正面から行きますか。はい、真ん中からですね、はい、続いてください。太鼓園のちょっとおいしいお料理のアピールもお願いします。一番出汁の今日もいいお出汁を用意してくださっているということで、はい、これはどういうふうにして注いだらいいですか。普通にいつも通り、今きれいにスッと入りましたよね。なんか横からもきれいにスッと入るなって、一言声をかけていただきますわ。どうですか、こちらのご感想。はい、色もきれいにクリアになっているとお褒めのお言葉もいただきました。ありがとうございます。はい、続いてじゃあどうしましょうかね。やっぱりですね、和食以外の方も